リーグ後半戦初戦をホームで迎えたくのいちはサポーターの熱い声援を受け気合十分で試合に臨みます。くのいちは立ち上がりから積極的なプレーを展開、チャンスと見るやシュートを放ちます。試合が動いたのは前半のロスタイム、松永芳恵がコーナーキックの折り返しを頭で合わせ先制します。1対0で折り返した後半、新潟は立ち上がりからくのいち陣内に攻め込みゴールを狙います。後半28分と38分には相手キーパーのプレースキックへの対応のミスなどで連続してゴールを奪われます。しかしくのいちは試合終了間際の後半44分、セットプレーからのこぼれ球をナスマイコが決め追いつきます。試合はこのまま2対2で引き分け、6位の新潟相手に互角の戦いを見せました。そうですね、もっと早く取りたかったんですけど、まあ、やっと取れて安心したのと嬉しい気持ちです。これからどんどん決めていきたい。そうですね、少しでも多く点決めれるように頑張りたいです。まあ、結果だけなどが逆転されて追いついたというところだけが、まあ、今日の成果だと思いますし、他のところではまだまだできてない部分もありますし、まあ、でもそれでも本当追いついたというのは選手たちの本当最後の頑張りが素晴らしいなと思います。